First Take Music。 The First Take Music。 この番組はアーティストの一発撮りパフォーマンスを鮮明に記録する YouTube チャンネル The First Take のアフターストーリーを楽しむことができる音声コンテンツです。 The First Take は白いスタジオに置かれた一本のマイクの前でアーティストたちが披露する一発勝負のパフォーマンスを 4K 対応の高画質高音質で楽しむことができる映像コンテンツです。一度きりのテイクでアーティストたちはどんな姿を見せてくれるのでしょうか。そしてこの番組では The First Take に出演された様々なアーティストの皆様にパフォーマンスした楽曲のお話や撮影秘話などをインタビュー形式でお伺いします。今回登場するのは日向坂46の佐々木久美さん、加藤志穂さん、佐々木美玲さん、富田鈴香さん。 The First Take では2019年にリリースされたドレミソラシドを披露していただきました。現在 The First Take の YouTube チャンネルで公開されています。早速ですが The First Take はレコーディングやライブとも違う環境でのパフォーマンスだと思いますが、収録はいかがでしたか？まずはほっとしてます。無事終わることができたので、最初はやっぱ緊張してたので一発で終わったっていう、ね、やりきった感がありますね。本当に一発だった分かってはいたけど、The First Take ではおなじみの白いスタジオでの収録でしたが、あの白いスタジオならではの感情の変化など感じるものですか？もっとこのぐらいの白さなんだもっとなんかもう上も下も分からなくなるくらい真っ白だと思ってたら、なんかオフホワイト、そう、オフホワイト、心地いい白さです。確かに眩しくない思考みんな、そう、居心地良かったです。居心地いい白さで、確かに思ったよりその白さに圧倒されることはなThe First Take の出演が決まった時のお気持ちや感想などいかがでしたか？まずでも何を歌うんだろうっていうのは思いましたね。4人だけだし、日向の曲で何の曲を歌うんだろうって思ったんですけど、しかもドレミソラシだって結構テンポが速くて、なんかあんまりファーストテイクっぽくはないんじゃないかなって最初思ったんですけど、すごいなんかファーストテイク用にあのアレンジとかしてくださって、すごく素敵な仕上がりになってると思います、ではパフォーマンスしていただいた楽曲について伺いたいと思います。今回パフォーマンスしていただいたのは2019年にリリースされたドレミソラシドでした。この楽曲は輝く日本レコード大賞の優秀作品にも選ばれ、ファンの方にも人気の楽曲だと思いますが、日向坂46にとってはどんな楽曲でしょうか？なんか一番王道なアイドルソングというか、な気がしますね。もう何も考えずにっていうのはあれですけど、ただ本当にもう笑顔になれる曲、聞いててもそうだし、自分たちでパフォーマンスしててもなんか自然と笑顔になっちゃう一番の曲かなって思います、確かに、なんかミュージックビデオがあるんですけど、ミュージックビデオをプールで撮ったか、なんか日向坂の中で夏曲ってイメージが強くて、これから夏に向けてたくさん聴いてもらいたいなって思います。今回は4人でのパフォーマンスでしたが、グループの時と違って何か意識したことなどありましたか？なんだろう、意識したことでも私いつもよりその皆さんと息が合うようにっていうのをすごい考えながら歌えたなと思います。確かに全員の声をしっかり聞いて、そのニュアンスとかもあのレコーディングだと結構一人の声で歌うんじゃないですか。でも みんなに合わせて、みんなと合わせてっていう気持ちを一つにしようという気持ちは大きかったです、なんかブレスとかもめっちゃ意識したかも。
アクセントとか、アクセントとかもいつも以上に気にしながら、うんうん、なんか4人だけで完成させなきゃいけないから、うん、確かに、やっぱ一人一人の責任が重大でした、うん、なんかハモリの時はシュメロを歌う時よりは声を小さくとか、ライブではそういうの全く意識しないで全力で歌ってるので、うん、なんか勉強にもなりました今回。でもなんか4人だったのですごい心強くて、うん、なんか楽しかったです、うん、楽しかった。一人だったら寂しかったなって。寂しかった。しかもイヤモンに私最初あのメンバーの声聞こえないようにしてたんですけど、うん、寂しくてあげてみたいな、うん、それぐらい一緒に歌ってて楽しい曲で、うん、なんか最初すごい始まった時緊張してて、うん、どうしようと思ってみんなの顔見たら元気出た。わかります。めっちゃそれでなんかちょっとリラックスして歌えた気がする。確かになんかあごめんなさい、どうぞ。リハーサルの、リハーサルの時なんか自分で精一杯だったんですけど、うん、なんか本番は久美さんとか顔を合わせるタイミングがなんか自然とあって自然と増えてなんか楽しくできたなと思います。うん目合ったね。目合いました。楽しそう。 The First Take でのアレンジはいかがでしたか？でもなんか今回用に録音音源を取ってくださったらしくて、生演奏でです。それがすごく嬉しくて、うーん、どうだった？でもなんか結構ライブとはまた違う感じでしたね、うん、なんかライブはもうとりあえずテンポずっと跳ねてる感じなんですけど、ハッピー 2A とかは、うん、あの結構流れる感じで歌うように意識したりとか、うん、確かに違う部分がたくさんありました。 D メロとかすごい好き、うん、なんかこうチャーンって2音目しかないんだよね、うん、ピアノの音その感じとかすごい好きでした、ね、うん、はい。もし今回の収録での裏話などあったら教えてください。あのカメラで毎回練習終わったあ最後に動画を撮るんですよ、今日の成果って言って。それであのカメラって結構広角レンズにすると横の人がボーンって伸びるんですね、うん、だからそれが面白すぎて毎日その動画見るのが楽しみでした。練習はどれぐらい伸びてるかなとか、うんうん、練習、はい、練習の成果とともに。そうね、確かに広角テイク、ザ広角テイクって呼んでました。自分たちでその一番最後の動画を撮るときに、うん、あ声漏れちゃった。でもあのメンバー内であんまり緊張しないイメージの佐々木久美が、うん、超とっても珍しく緊張してて、キュンキュンしました。本当に いつもしてんだよ。いやしてるの。なんかでも直前に5秒ぐらいだけ緊張して、うん、ライブはステージ出たら大丈夫って感じなんで、今日はこう、うん、ずっと緊張してたかも、うん、本番中も。確かになんかバラエティ番組の MC のなんだろう、サポーター、MC 横みたいな、うん、アシスタントとかしたりバラエティとかで緊張してる姿が見たことがなかったので、なんか可愛かったです。いや、うん、みんな歌が上手だから、なんか頑張んないとっていう気持ちが今回はより人一番あったかも。最後にこのポッドキャストを視聴しているリスナーやファンの方にメッセージをお願いします。どうでしたか、気になるのが一番気になる。ドキドキ聞かれたのかと思った今。確かに、そう、なんか聞いてくださった方がどういう風に思うのかっていうのがすごい今気になってるんですけど、うんね、結構普段ハモリとかもないから、うんうん、挑戦ではあったので今回、うん、なんかもう本当の一発撮りなので、うん、嘘じゃなくて、うん、だからちょっと緊張で少しなんか心残りもね、あって思ったところも自分たちであるけど、これからもっと成長できるように頑張るので、うん、こう頑張れって思って聞いてもらうのはちょっともなんかあれなんですけど、うん、そのちょっと可愛らしいなって思ってもらったらって思います。そうだね、なんか このアレンジもいいなって思って聞いてもらえたら、う、うん、嬉しいなって
思います。このメンバーでよかったねって思ってもらえたら私たちは嬉しいですね、うんうん、はい、はい、コメントしてください、いっぱい、うん、あ、お願いします。全部読みま す, 全部読みますお願いします。日向坂46の佐々木久美さん、加藤志穂さん、佐々木美玲さん、富田鈴香さん、ありがとうございました。 The First Take では毎週金曜日と水曜日夜10時に様々なアーティストのパフォーマンスが更新されますが、公式 SNS には歌う前のアーティストの様子もアップされるので YouTube と合わせてぜひチェックしてみてください。 The First Take Music